おじやバイパスは、新潟県おじや市、西から道長岡市十日町に至る延長 11.0km の国道17号のバイパス道路。おじや市付近を蛇行する品濃川の右岸の山裾を通る国道17号。この国道17号のおじや市街地通過部分が、おじやバイパス、おじや市内を南東から北へ縦官し、長岡市に至るバイパス道路である。 実質的なバイパス区間は、小千谷市、西から長岡市妙見町の 7.0km 間で、この区間は、交通量の増加に伴う拡幅工事が行われた区間である。実質的なバイパス区間は、前線暫定に車線で共用されているが、当初の計画では4車線となる予定である。また、妙見町以北は、完成4車線となっている。i c は、 おじいやし東部の山地をトンネルで貫き、伊北は山地が品の川に落ち込んだ険しい地形のところを通っていた旧区間の多工寺通行不能区間を迂回して、長大橋梁2本を通って品の川対岸に大きく迂回する経路を取る。西 i c が接続する県道と立体交差方式となっているほか、キツインターチェンジが沿道の道の駅と立体交差で接続されている。 おじや市外西部の国道117号西おじやバイパス、南部の国道351号朝日町バイパス、等と合わせておじや市の外環状道路を形成する。北部の区間は品野川西部の国道351号が重複しており、そのバイパス機能を兼ねている。おじやバイパスの北は長岡東バイパスと接続しており、その先の見つけバイパスも含め一体となって機能している。 2004年10月23日の新潟県中越地震により、旧道の新潟県道589号をおじや長岡線が大規模崩壊により、通行止めとなった。このため、旧道を利用していた車がおじやバイパスに転換し、交通渋滞が発生したために、腰の大橋右橋の下り線で、直進車線を増設するなどの対策が取られた。なお、 県道589号線は2007年3月24日に開通している。おじや第一トンネル入り口おじや大橋及び西、IC 南西側の信号交差点キズ交差点カランツトンネル県道、おじやバイパス長岡東バイパス、長岡バイパス県道、おじやバイパス県道西おじやバイパス三条、北バイパス県道、おじやバイパス県道西おじやバイパス。 ありがとうございます。